なので、東京大学が異常に多い。東京大学立本当罰金で超えて社会の荒波は厳しいと思うけど負けずに頑張ってください。はい、どうもこんにちは。正月くん、はい、登録者数が375人を突破してきたということで、いえ、めちゃめちゃ YouTuber っぽく、そうですね、もう人気 YouTuber と言っても過言ではない。そう、もう人気 YouTuber の仲間入りしたので、はいはい、石に質問してみよう。はい、ということで、はい、やってみましょう。はい、正月くんがあの質問を、まあ、仕事に関することも関係ないことも作ってくれたんで、ありました、この質問コーナーをやりたいというふうに思います。はい、じゃあ石井健介への49の質問というところで、OK、はい、バシバシ言っとくので、バシバシ行こう。はい、行きます。1個目、お名前は何ですか？石井健介です。ニックネームはありますか？健ちゃん。ケンちゃん。ケンノスケ。ケンノスケ。あ、なるほど。全然一人いないけど。ケンノスケは、なるほど。あの、生年月日は、1990年8月21日の31歳。あ、ね、あ、ちょっと4つ目年齢だったんですけど。あ、31歳。はい、ありがとうございます。じゃあ、その身長、体重をお願いします。身長は174。はい。体重は、直近測ってないけど、多分75、6キロ。はい。血液型。何型だと思う、ちなみに。いやー、うわー、そういうのないですね。何型だと思う？B 型。はい、よく言われます。大型。あ、これ鉄板なんですね。出身地。横浜。横浜。なるほど。家族構成。自分と妻。なるほど。はい、二人。ありがとうございます。よく言われる第一印象は？怖い。人からどんな性格と言われる？どんな性格だと言われるんだろうね。我が強い。自己主張が強い。なるほど。うん。逆にじゃあ人から意外と言われるのはどんなこと？優しい。優しい。ああ、なるほど。本当の自分の性格は？本当の性格とかないと思う。難しいですね。いや、諸葛といる時の俺の性格と、はい、加藤といる時の性格は当然違うけど、はい、別にそれはそれで別にそれを含めて自分の性格だと思ってるから、はい、今諸葛が見えてる俺がもうまんまその性格。なるほど。まあ、あえて言うと、はい、その裏表はないから本当に見えたままだ。いや、もういわゆる家だとなんか暗いみたいな、そういうのもない。まあでもそれは外にいるよりは暗いけど、まあ、確かに。じゃあ学歴は？最終学歴は東京大学の農学部卒業。前職は何ですか？前職は P&G のマーケティングでした。その前は何ですか？その前は、住友商事ですね。なるほどですか。じゃあ今の職業は何ですか？今の職業は、マーケティングデモという会社の代表取締役をやってます。なるほど。じゃあマーケティングデモ株式会社は何の会社ですか？マーケティングデモ株式会社は意外と難しいんですけど、デモっていうのがデモンストレーション、うん、お手本を見せるっていう意味と、うん、デモクラシー、民主化するっていう2つのダブルミーニングになっていて、うん、はい、なのでマーケティングをお手本を見せるという事業をやるのか、はい、民主化するっていう事業をやっていて、でメインの話をするとマーケティングのコンサルティングサービスと、うん、まあ、広告代理店みたいな領域までやるコンサルティングサービスと、うん、マーケティングソリューションツールである、はい、リサーチデモというプロダクトを売っています、うん、でもその他にもそのお手本サイトで、うん、じゃあ自分たちでクリニックをオープンしようとか、うん、シャンプーを作ろうとかやっているんで、もう正直何やかはよく分かっている、うん、なるほど。何でも何でもやってる。なるほどです、うん、正直稼げるなら何でもやります。案件お待ちします。なるほど。そもそもマーケティングって何ですか？マーケティングは、はい、広い、僕がいわゆるマーケティングと呼んでいるものは、はい、お客さんの問題を発見してそれを解決していくっていうプロセスの全てのことをマーケティングと定義づけていて、はい、まあ、とはいえ競技のマーケティングで使うこともあって、うん、それは基本的には集客のことを言っている。うん、なるほどです。いつ創業したんですか？2020年7月、だから去年の7月。なるほど。創業のきっかけは何ですか？創業のきっかけは30歳になったら社長になろうってずっと言ってて、マミにも30歳になったら俺社長になるって言ってて、いつから言ってたんですか？まあ、割ともう大学生ぐらいの時から言ってて、ちょっとだいぶ先のことだったから言ってて OK だったんだけど、本当にあと1ヶ月で30歳になるっていうタイミングになって、あ、そんなキワキワの、そうなんですね。やって、本当に起業するか、もう言わないかっていうのを決めた時に、まあ、社長になりたいなって思ったんで、起業した。あ、なるほどっす、うん。別に前の仕事も前の前の仕事も嫌だったことは一度もない。なるほど。うん、でもきっかけは社長になりたかったから。きっかけは社長になりたかった。なるほどっす。まあ、どんなメンバーがいますか？どんなメンバー？今大体、はい、正社員が12、13人ぐらいで、うん、業務委託も入れると20人ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、主に僕の知り合い。なるほど。はい、なので、東京大学が異常に多い。マウントが。東京大学率、ほんと罰金で超えてる。なるほど。副社長はどんな人ですか？社長は加藤くんで、僕の大学時代の友人ですね。うん、で、もともと広告代理店の電通にいて、うんうん、まあ、マーケティングをやってて、はい、まあ、僕はもともと一番仲がいい友達だったんで、マーケティングの会社を作るってことで、まあ、一緒にやってます。どんなお客さんがいますか？お客さんは、コンサルティングの方は割と幅広くて、うん、もう B2B から B2C まで、
本当に幅広い。で企業のサイズとしても売り上げが、まだ数千万円しかないようなベンチャー企業から、まあ、1000億円以上の売り上げがあるような大企業まで、この幅広くやらせていただいています。リサーチでも、このマーケティングソリューションの方に関しては、B2C の商材を扱っている企業になって、今は割とエンタープライズが多めかな、大きい会社。まあ、でも、本当、本質的には D2C の新規事業者とか、そういうところにも使ってほしいと思っているので、またしても連絡お待ちします。あれ、いいですね。これで編集でこれが熱いって。会社の雰囲気はどんな感じですか？会社の雰囲気は、サークルみたいな感じかな。サークルとかなんか文化祭前夜的な、わかんない。ちなみにどんな感じ？会社の雰囲気。飲み会の雰囲気、イエーイみたいな。飲み会乗りってこと。飲み会乗り。かなり楽しそうにワイワイやってる方ではあるかなっていう感じで、ね。黙々とやってる感じではないかな。最近嬉しかったことは？最近嬉しかったことは、雑なところでいくと、はい、ゴルフで95が出たこと。あで、はい、本当のことを言うと、リサーチデモが売れたこと。あなるほど。いや、本当にさ。はい、一からコンセプトを作って、プロダクトを作ってさ、1年くらいかかってるから、でそれが一番最初にちゃんと届けられて、お客さんの役に立った時は、まあちょっと人仕様のものがあるよね。なるほど。逆に最近困ったことは？オフィスにゴキブリが出ること。ちょっとシャレなんだよ。正確に言うと、オフィスにゴキブリが出るせいで、みんながオフィスから遠ざかり始めた。なるほど。じゃあ、人生を楽しむコツは？人生を楽しむコツは、いつかやろうをなくす、これ以上。あー、なるほど。最近買って良かったものは？ユニクロのダウン。あー、なるほど。あったかいです。じゃあ、ノートをバズらせるコツは？ノートをバズらせるコツ。知らない方のために言うと、僕、ノートめちゃくちゃバズったんですけど、ノートをバズらせるコツは、読者を極めて解像度高く想像する。で、僕の場合は、僕が P&G に入った時の僕を想像して書いてる。要はその、自分が書きたいことを書くんじゃなくて、人が求めてるものを書く。それは別に当時の自分とかでも、これがすごい大事で、細かいところでいくと、文章をツイッターぐらいの流度で開業するとか、140文字に1回にするとか、その140文字の中に必ずボールド体にして、ここは読んでくださいっていうのを入れるとか、それ細かいテクニックはあるけど、まあ、一番大事なのはそういうこと。じゃあ続いて、会社員時代と何か変わりましたか？会社員時代との一番の違いは、まあ、基本的にはポジティブに捉えてるんだけど、ポジティブなところでいくと、自分で考えたことが 100% 実行に移せること。会社員時代はまあ提案してもまあ5回に1回ぐらいしか通んないんじゃないの、普通は。だけど今は俺がもうクリニック開きたいって言ったら誰も止める人にね。で、まあそれに対してネガティブなところはその責任を自分で取らなきゃいけないことなんだけど、僕はそこはそんなに苦じゃないというか、そんなに大失敗してないっていうのもあるんだけど。なるほど。だから痺れるよね。じゃあポリシーは何ですか？ポリシーと呼んでいいのか分からないけど、最近特に意識してるのは、人生とは頑張って働いて稼いだお金と時間で、いかに友人家族と楽しい思い出を作るかというゲームだと思っている。つまり僕の人生を生きる意味は、家族友人と楽しいことをするが僕の人生の目的なんだね。なるほど。でも仕事してなくてお金がなかったりすると楽しめないわけですよ。だから仕事があるので、重点順位が多分普通の経営者と逆だから、今もすっげえ遊んでる。あ、別に仕事だけしてるわけではない。尊敬している人は誰ですか？坂本龍馬。ちなみに理由とかは？かっこいいじゃん。だってさ、坂本龍馬ってさ、やつ23歳ぐらいまでさ、ひたすら剣道でさ、剣振っててさ、25ぐらいからなんか日本を変えるぜよみたいなことやり始めて、29とかで死んでんだよ。31かな。やべえっすね。やばいよ、もう。それくらいしか働いてないのに、日本変えるぜ、つって変えてるから、坂本龍馬は尊敬してますね。まあ本当かどうか知らないけど、少なくとも、龍馬が行くに書かれてる坂本龍馬を尊敬してる。その生き様はもうとりあえず好きっていうの。そうだね。趣味は何ですか？趣味は、今はゴルフ。おすすめの本は何ですか？おすすめの本は、龍馬が行く坂の上の雲、ウォールト・ディズニー、創造の狂気。まあ、めっちゃ面白いです。なるほどです。全然マーケティング系のやつじゃないですか。マーケティング系でいくと、森岡さんが書かれている本は基本面白い。あと自分のノート。ストレス解消法は？ストレス解消法、酒を浴びるほど飲む。ストレスない時もやってるんです。なるほど。死ぬ時はどこで死にたい？死にたくない。死にたくない。死にたくない。死にたくないけど、あえてどこで死にたいかと言われたら、まあ自宅じゃん。あ、自宅がいいんですね。もうあえて言われれば眠るように。うん。直近の目標は？直近の目標はね、いっぱいあるけどね。まあ、とりあえず、はい、従業員の給料を倍にすること。人生最後の日は何をしますか？寿司を食う。あ、寿司なんですね。うん、なるほど。もう決まってたら。決まってました。決まってたら、寿司と酒を死ぬほど食う。飲む。そして、自宅で死ぬ。だから健康だっていう前提なんだ。なるほど。なるほど。ポジティブ、ネガティブ？そうだろうね。まあ、でもポジティブだと思うけどな。
テンション上がるのはいつ？酒飲んだ時。酒飲んだ時。よく見る YouTuber は？よく見る YouTuber は、世界の横沢っていうポーカーチャンネルと、あと、ウームゴルフと、霜降りチューブと、かまいたちのなんかチャンネルかな。なるほどです、うん。ビジネス系もちなみに。ビジネス系は、年収チャンネル。年収チャンネルの、はい、株元さんが好きだから、株元さん一人語りは見てる。あ、なるほど。毒を。はい、年収とかには興味ないんだけど、ザコどもを蹴散らしてる株元を見るために見てる。麻雀で好きな役は？麻雀で好きな役。麻雀で好きな役はね、タイヤオ。聞いたわ、今の。タイヤオ、タイヤオです。はい。ゴルフのベストスコアは？ 95。95だけど、もう、1ヶ月後には、これ89になってます、はい。断言します。それ、ゴルフ中も撮影するやつ？もう撮影して、89。なので、もう、89。まだ出てない。友達付き合いは浅く、広く、深く、狭く。友達付き合いという意味でいくと、狭く、深いと。なんかその、ね、友達たくさんいらないと思ってる。別に少ない方ではないような気がするけど、狭く深くしたいとかは思ってないけど、なんか、結果として深い方が多いかもしれない。平均睡眠時間は？6時間か7時間か7時間ぐらいね、うん、だいぶ終盤ですね、うん、飲み会では何を飲む？ビールに始まり、めんどくさかったらハイボール。で、ちゃんと飲みたい時は麦焼酎のソーダ割り。あ、そうなんですね。じゃあ僕めんどくさい時しか立ち会ってないから、いや、そのさ、はい、ハイボールっていや出てくるんじゃん。麦焼酎のソーダ割りだとさ、銘柄聞かれたりさ、ちょっとめんどくさいよね。だから美味しい焼酎があるお店だったら麦焼酎のソーダ割りを飲むけど、雑な、俺らがいつもご愛顧にしてるような雑な店だったらもうハイボール。なるほどです。別にぶっちゃけハイボールは味は好きじゃない。あ、そうなんですね、うん。じゃあ最近あったいい飲み会は？この前の、はい、ゴルフの帰りに飲む横浜のシーシャバーのビップルームでカラオケかけるシーシャでやった飲み会は良かったね。なるほどです、うん。もう、副社長に一言。もっと頑張れ。僕に一言。じゃあ真面目に言うと、もっと頑張れぐらい言うかなと思います。真面目に言うと、はいはい、社会の荒波は厳しいと思うけど負けずに頑張ってください。真面目じゃない方は、俺より優しい上司に出会うことは多分お前の人生でもうないと思う。こんなにいい雰囲気で仕事することはもう君の人生ないだろう。なんでそんなんですか。じゃあ最後、視聴者に一言。チャンネル登録よろしくお願いします。これやりたかった。はい、ということで、僕に何か質問がある方はぜひコメント欄、もしくは本当に何でも事業相談でも何でももしあれば DM ください。実は今回49問しか問がないので、もし石井さんにこれを聞きたいみたいなのがあればぜひ。50問目の質問は君だ。